雪だるまが冬の木の下にありますね。枯れ葉もってね、これね。a Snowman is under the winter tree.And、uh, you can see some dead leaves.Fallen l e a v e s n o t fallen leaves.Falling leaves. えっと、じゃあ、ここからいきますね。日本語からいきましょう。塩を取っていただけますか Can you pass me the salt, please? you me the 弟は公園でサッカーをするのが楽しいです。My younger brother enjoys playing soccer in the park。太陽が地平線の向こうに沈むと鳥たちは歌っていました。The birds were singing as the sun set over the horizon、ね。 そうだね沈むとがいいかなやっぱりねこれだ「アザサウナ・ウッド・セッティング」だったら沈んでる沈む最中っていう意味だからね、まあ、これしか役ないかもしれませんね確かにね沈んだ後という感じですよねでもあとまでは言ってないこれアフターじゃないからあとっぽいんだけど <laughs> じゃあ次いきます私が働いている会社の本社は美しい屋上 庭園を持つモダンな建物です。The company's headquarters where I work is a modern building with a beautiful rooftop garden. 医学の分野を革命化した科学的な突破は構成物質の発見でした。The scientific breakthrough that revolutionized the field of medicine Was the discovery of antibiotics. 経済危機は政府が金融規制と財政政策に取り組む方法においてパラダイムの転換をもたらしました。パラダイムってまあ基準とか標準みたいな感じですか ?The economic crisis led to a paradigm shift in the way governments approach financial And fiscal policies. フィスカルっていうのは、ね、財政っていう意味だけどね。この場合にはね、そうだね。はい、フィスカルイヤーなんていうと、財政、ね、会計年度なんていうような意味がありますね。最後の一級ですね、もうね。じゃあ、21世紀の芸術とテクノロジーの交差点は、 従来の芸術の定義に挑戦し、新たな創造的表現の形態を生み出しました。The intersection of art and technology in the 21st century has given rise to new forms of creative expression, challenging conventional definitions of art. なかなかこういうの難しいですけど、日本語もね、えっと、 と音読しちゃえばいいんです。<laughs> あのえー、っと何か教えてるものとしてはあまり、えー、いい言い方じゃないかもしれませんけれどもさらっとこれ音読してしまえば構いません。理解というのはなかなかね大変なんで時間もかかるし、まあ上っ面だけ見とけばいいんだっていう感じかな。<laughs> あまりこれあの学校の先生なんかこんなこと言わないと思いますけどね、まあしょうがないですね。 全部ぜあの部、全て全部、野に全部、精通するのはちょっと無理ですからね。まあ、そういう風に、そういう方向で行きたい人はもちろん頑張ってほしいんですけれどもね、もちろん。ああ、これ、みんな話してますね。この、もしかしてこれ、雲の上だから、えっ、ー、と、天国、みんな天国と話してるのかな。They must be in heaven talking to each other.And、uh, I think they are enjoying conversation.